たらどうしよう。あの人が野営を叩いて守ってくれる。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。おじうえが自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。酒井様、道を終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。おじ上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじごも囚われのままだぞ。場所は矢立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。すまん。初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様のお祝いに皆会いたがった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。
俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだやつはいても逃げるやつなど弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。どうだ、時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。よし、てめえろ。よし、やたて取りで仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す。どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん、砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何、お前は猿か。役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば狼煙を上げる攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。うまくいった。使い手があるな。前の岩場に渡れ。you
切るぞ。スゲガサシはどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。Negli un far cinta. Чихарго! Der Mund bei Strasla, Allah hui wai. Hing in go haro, a lords nan urbe. Seremste. Mazu wa meshi o sagasu zo. Yuto mo iru no ka? Soto ni oru. Tasuke ni kite kureru to omotte ta.戦に備えろ。合点だ。無事のようだな。ええ、なんとか。
竜像、いつでも来い。門を開けねば。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれん。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ
島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした？心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたと。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすのだ。厄介の種だ。だから酒は好かん。知ってるだろう。もう一度言ってみろ。賢治。酒井様。アホアホ。タカ、鍵縄助かったぞ。お役に立ったようで、姉の反対を押し切って、ご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。姉さんが待ってます。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主客に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから主客を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。
立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中では気をつけるんだよ。신하루고내기운배少しずつ、まず万兵を倒さねば。先生、ケンジとオーテモンの番を心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。신하루고요왜어찌됐다철수리무궁나와서
아츠차사 ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した、抜かるでないぞ。雅子殿も。万平がいる。俺が先駆けだ。내꿈설치라내꿈Help us, Harvard Meister!させた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣物に変えるのが戦の常さ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。
Son who they can all cheer. Otto, who's sent on Samara? Mata Serune. Somai, bumping also. Yot Hudge, get the ball home. A Hadu Cherbal, Octaple of No. Otse, ямар таж битэн байгаараа. Ахяд урчир бол. Ухтэл болобно. Сумтер хабас нис жирсэн. Исай харна. Бидний хотоо сайнхаар шидэж. Ахич харвал. Ослод аллаа тэрник. Юуч биш байж. Эгтэр мун байж тарла. ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。
龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、菰田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。共に故郷を救おう。今じゃ猛虎のもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。答えよ、志村殿はどこだ。コロッチンアクトルナーダーラー。
самурай өр байх шиг үн. さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。北にいる万兵の始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。雅子殿、無事であったか。老い子のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、朝倉殿、取り逃がせ。やったね。
城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。入れてやって。助けてくれ。おい、やしてくれ。もうあげろ。もうあげてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についてお叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。